01劇団、くるちゃん、お出かけ前に愛犬をいな、の、まき。LINE ぐらい別にいいでしょ。いつも俺探してるじゃん。だから、爆走は何なのさっきから。粘着してくんなよ、このバカは。うざったいな、こいつ。おい、携帯で監視してくんな、このバカ。はい、来ました。何これ。誰？通報しますって。何？爆走さん。何？何の通報ですか？じゃあ。何これ今、来たけど。通報しますって。なんで？どうしますじゃないよ、このバカは。何の通報？何通報なの？バカじゃないよ、ほんと。じゃあ、LINE 送ってくんの、お前、放送中に。何が個人情報だよ、LINE ぐらい。じゃあ今までさ、バエさんがさ、ね、いろんなやつがさ、こうやって見せるじゃん。バンになったことあるの今まで。虚偽通報ばっかしてくんなって。虚偽通報ばっかり。ないでしょ、今まで。今まであるの？よくそんなことよくやってるけど、配信者なんて、うん、バカなの。気持ちが悪い。今日ない。あ、今日運営さん仕事してないね。うん、ほら正月だからさ、全部機械で管理してんじゃない？だから知らないけど大丈夫かな。タバコ吸ってくるわ、この前祝日にさ、あんま無駄なこと言わない。無駄なことって何？無駄なことって何？いやいや、マイナスになるようなことをね。うん、なんか祝日って人が管理してんのかな。それも、いやでも理由もなしに規制されないよな。もう全部食べた。
かわいい。リスナーさんにもらったふりかけ、犬の、あ、ゼロワンフェスありがとう。スルーしてた。なんなんだよ。犬のお世話をするふりをするなってさ、かわいい演出これ。おいな、かわいい、かわいい、かわいい。14歳に見えない、子犬みたい。ねえ、かわいいな、ほんとにね、輪郭とか延長しない。この持ち方もダメって言われるから。犬だけは可愛い。変な鳴き声。少なすぎ。もうダメだ。みんな結託しないの。じゃあ爆走さんより私の方が嫌いなの。どっちも嫌いです。どっちを応援するんだよ。じゃあ
も私嫌われることしてる。でもさ、見るだけで応援になるんだよ、配信を。こうやってコメントしてるだけで。じゃあどっちにも嫌いってコメントしてんの？あっちにも嫌いってコメントしてんの？私の方、私の配信にコメントしてくれてるってことは私のことを応援してるってことだよ。